スクレロモクルスは山上気候機産の小型主流サマルイの絶滅属。本属はモシキシュスクローラマリステイルーリーのみを含み、1907年にアーサー・スミス・ウッドワードによって命名された。学名はギリシア語のシグマカッパラムダ・イータロー、カタイミューカイラムダ、テコから来ている。1914年にフリードリヒ・ホンヒューネによって、翼流の祖先に近い動物である。 可能性を指摘された。模式種スクローラマリステイルーリーは、全長がおよそ 181mm で、長い後足を持っており、この講師により四足歩行も二足歩行も可能だった可能性がある。歩行様式に関する研究では、この動物は、カンガルーのような足裏行政調約を行っていたと示唆された。しかしながら、 2020年のベネットによるスクレロモクルスの再評価では、この動物はカエルのような足を広げた四足歩行の跳躍者であるとされた。もしスクレロモクルスが実際に抑留と類縁があるならば、これは抑留がどのように進化してきたかについての洞察を与えることになる。なぜならば初期の抑留もまた跳躍移動への適応を示していたからである。化石は スコットランドのロジーマスサガンから発見された。模式標本 BMNHR3556 はサガンの中に印象化石として保存された部分的な骨格で頭骨の一部と尾は失われている。骨格図形量な体を持った超薬性のこの動物の系統上の位置については議論が続いている。異なる分析結果がこの動物が最も基盤的な トリケイ類であるとしながらも、一方は、翼竜の姉妹群であるとし、一方は、エイバミトターセリアの基盤的メンバーで、トリケイ類の外側に位置しているとした。ネスビットエトールによる系統分析では、スクレロモクルスは恐竜様類の基盤的メンバーで、あるか、ヒアフナーソリア、リュ流のエイバミトターセリア基盤的メンバーであると、された。しかしこの著者は、スクレロモクルスのスコアは、 標本の小ささと保存状態の悪さのために疑問が残るものであることを強調し、エイバミトターセリアの基盤的位置近辺に置くことが最適であると判断されるような多くの重要な特徴によってスコアされているわけではないことを明言した。2020年、ベネットはスクレロモクルスがいくつかの特徴を持っていると判断し、その中には皮骨やクルロタルシ型の足首関節が 含まれる。これらの特徴を示唆するのは、スクレロモクルスは、鳥系類に禁煙ではないということである。代わりにベネットは、スクレロモクルスの位置について、ダスウィリデイの中か、主流様類の基盤的メンバーの中でどこか他の位置であると主張した。ありがとうございます。